タをね募集して、それをみんなでね、あの大ポン、中パン、小パンと判定をしていくというコーナーとなっております。どんなポン話が聞けるのか皆さん楽しみですね。じゃあ早速行ってみましょうか。あー、ちょっとガッガッガッ、あと痛い話ですが聞きましょう。はい、レルムさんによるポンのお話です。昨日お友達と筋トレをしていたら100キロのバーベルをお腹に落とした。はい、ということですが、これは、これはちょっとポンっていうか、いやお腹大丈夫って思うけど、大丈夫なの？それってポンって言っていいの？安全バーどうした？安全バーどうした？またうっかり忘れてたの？うわ、これはね、もう聞かなくても分かりますね。大ポンですよ。これは聞かなくても分かります。レルムさん、あなたは大ポンです。もう